はい、NH ブライトです。お久しぶりです。今回はですね、緊急報告ということで動画を上げさせてもらっております。ですね、この DJIFPV の純正ペラとですね、私既製品でね、この青いプロペラを購入したんですね。でこのプロペラね、ちょっとね、音が静かになるということで今回購入して飛ばしてるんですね。ちょっとね、この前の動画で地方で飛ばした時にですね、そのプロペラを使った時に着陸、自動着陸した時にモーターがですね、止まらなかったんですね。ちょっとね、慌てたんで、その時のことをご報告します。はい、これはですね、つい最近撮ったやつなんですね。まあテストでやったんですけど、この右と左、青いねプロペラ見れると思うんですけど、これね、自動着陸したんですね。どうですかね、こんな風に下げたんですよ。そしたら本当はね、ここで止まる、右と左の矢印ありますが、止まらなかったんですね、ずっとね。止めるときはね、ニュートラルの位置にしてまた下げたらモーターが止まりましたね。ちょっとね、変な現象でしたね。それでね、同じものなんじゃないかとね、気にしてなかったんですけど、よくよくね、確認してみますと、まあ素材的、素材はね、純正の方が柔らかいですね。既製品の方がちょっと硬いですね。あとこれ見づらいんですけど、下がね、純正の、プロペラです。こんな風にね、下へこうグッとこう切ってるっていうかね、入ってるんですね、切り込みっていうか。既製品はね、そこまで入ってないんですよね。ちょっとね、その関係で、うまくね、モーターが止まんなかったのか、既製品のね、プロペラのね、自動着陸の時はですね、相当ね、効果が早かったですね。まあ私のね、感想なんですけど、これがね、全部ね、止まらないわけではないと思うんですが、ちょっとね、気になったんで今回、報告いたしました。はい、まあ参考になればと思いましてアップしました。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。